したお二人のそれぞれの当時の印象って覚えてらしたら聞きたいなって思うんですけどまあもちろんね初めましてでそんなねあの仕事もまだやってないし緊張もあるだろうしって感じだと思うんですけど何でしょうねあのだから第一印象というわけじゃないんですがこうそこからある種こう仕事のお付き合いが始まっていくわけじゃないですかでそのお付き合いが始まった頃の こうなんか印象があればっていう感じなんですけど、別にな特にないっていうのもあるかなと思ったあった瞬間じゃなくて、その後。あった瞬間じゃなその後ちょっとあの仕事ちょっと一緒にやってみて、その時当時なんか、 やりにくい、やりやすいとかあったのかなっていうぐらいの。うん、あの、ね、それまで仕事を、えっと、されてた方が退職されて、テリーさんが引き継がれたんですよね。そうそう。だから、テリーさんはすごく、あの、私、私個人的にはすごくやり取りしやすかったです。あ、うん、そうなんですかった、うん。うん、うん。うん 私が最初にね、一輝さんにお会いしたとき、ドトールでお会いした時の印象、そもそもあの時は僕も翻訳を全く把握してないんですよ。どういうプロセスでやられてるかとか、コーディネーターという仕事自身も初めてだったし、世にいる翻訳者という人のそういう存在にお会いするのも初めてだったんですよ。なんで、こういう方が翻訳のプロなんだと。いや、もう粗相がっちゃまずいなというような感じ。 あなんかよ会社の中での和樹さんの位置づけもその大切な翻訳者の中の一人だったので、うん、だからやっぱりこうちゃんとしたこのコミュニケーションしなきゃいけないなっていうふうに上からも言われてたしだからもうものすごくこうなんていうかな緊張して。 かずきさんお互いに多分そんなに素を出してなかったと思す出してない、出してない。将来、こんな仲良くなるとは思ってない。なるほど。じゃあ、だからそこは、あじめまして、これからよろしくお願いしますでお付き合いが始まって、まあまあ、普通の仕事のやり取りが続いていくっていう感じなんですよね。当時、結構、案件たくさんありましたよね。そうですね。相談ししやすかったねさんは 助かりました本当になるほどそしたら、うん、えっとそれでフリーランスとしてなんか軌道に乗っていったって感じなんですか、ね、軌道に乗っていったんですけどやっぱリーマンショックの前あたりからちょっとずつやっぱ案件数が減ってきてうん、うん、でそのやっぱ一番ショックだったのはその直の仕事うん、うん、直の仕事結構あったんですよなんですある日本社本社はね、あのー、神奈川県にあるんですけど、うん、そっち に来てくださいって言われて、なんか新しいプロジェクトかなと思って、いそいそ行ったら、うちって有限会社でちっちゃい会社じゃないですか。なので、そういう会社さんはちょっとこれから取引で,できなくなってしまいましたみたいに、<laughs> <ん>要は切られちゃったわけですよ。よ呼びつけて切るってひどいね。でしょ <laughs> ひどいです。呼びつけられてルンルン行ったら、 そういうことで、ね、私も帰りね、うん、どうやって帰ったか、いまだに思い出せないからショックだったんです <laughs> <ん>失礼な会社。<laughs> <laughs> 本当にそれは失礼だわ。でもね、んなんとなくね、今から思うとね、それもしょうがないのかなって思う部分もあって、結局、私が訳したものって誰もチェックしてないわけですよ、ね、<laughs> ネイティブチェックも何も。なので、そういうクオリティやっぱ品質管理の。 あれでとかって問題当時あったんじゃないかなって今思えばですよ、うん、どういう事情があったか分かんないですなで切られたかっていうのはでも今思えばそういうこともあったのかなと思います、うん、なのでそこ切られてからなんでもテリーさんのところの会社さんとのやり取りだけになったんですよでそこもやっぱりだんだんね目に見えるようにこう案件が少なくなってきてそれでもう,、まあ、もうこれは翻訳はやめようって 思い始めたときに、またあの広告にね、大学秘書募集っていう、うん、うちから車で20分ぐらいあったときに、東京大学の柏キャンパスっていうのがありまして、そこで、明るくてパソコンができて、英語ができる人って書いてあって、写じゃんと思ったんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> それで、一回中に入ってみたかったから、東大の,あのャキャンパス、キリーだし、どこ面接受けたら入れんじゃないと思って、うん、軽い気持ちで行ったら、なんか採用されちゃって、うんで、そこから6年間ですかね、ずっと。それは翻訳という仕事ではないわけです、ねうん、全く違う。英語を使うっていうことで、うん、あの外国人のこう招聘する先生だったりとか、学生さんだったりとのやり取りとかも、全部英語なので、メールも英語だし。 学会のお世話とかも英語でしなきゃいけないんで、英語はかなり使ってましたけど、だんだんやっぱり、最初はね、慣れないので、もう毎日を過ごしていくのは精一杯なんですけど、だいたい1年、2年ぐらいすると、業務に慣れてくるわけですよ。知り合いも増えるし。で、私、うち娘が2人で、男の子がすごく欲しかった。ただ、大学院なので、もう男の子ばっかりで、自分の息子たちがいっぱいいるみたいな、本当に楽しかったんですよ。 なんだけど一方で、あれ、私、翻訳の仕事しないのかなっていうのが、やっぱりなんとなく思い始めて、それで3年目ぐらいからな,なんか、いや、この仕事ってこんな言い方していいのか分かんないけど、インテリジェントな雑用だなと思っちゃったんですよね。もちろん、すごく難しい仕事もあるんですよ、もう。 あの一番難しいのは、やっぱり先生が抱えている国会予算もらってやっているプロジェクトの予算の管理も私がやっていて、かと思えば、お茶入れたりとかっていうのももちろんあるの、お客さん来たらね、お茶入れたり、コーヒー入れたり、あとはやっぱりこう学校にね、どうしても来なくなっちゃう学生さんとかいて、その子たちが生存確認みたいな、電話したりとか、大丈夫とか声かけたりとか、学校の中に診療所があるんですよ、メンタルの。 なのでそこの先生とやり取りしてみたいなことも私やってたんで、うん、すごいちょっとしたお母さんですよね。<laughs> だそれはそれで楽しかったんだけど一方でこのままずっとこの仕事続けてたら絶対本屋者に戻れないなっていうのを5年目ぐらいかな、うんうん、テリーさんに相談するのって5年目ぐらいですよね。もうそろそろろっって思った時に なん,かな,んなんでだろう私、テリーさんのこと思い出しちゃって。いきなりね、連絡いただいて。じゃあ、その期間は、なんかやり取りも別になっく全くない。全くないです。<ー>それで、テリーさんにね、ね、某駅のスタバで、<laughs> <laughs> <laughs> 今度はスタバでお話ししたんです。それは翻訳をまたやりたいんですけど、みたいな話。うん、もうっていうかね 私も6年もブランクあるんだけど、婚約者に戻れますかねっていう聞き方したのは今でも覚えてます。うん、そしたら、テリーさんがあの、いや、リハビリすればなんとか大丈夫じゃないっていう言い方をされた。テリーさんはそれを相談されて、まあだからリハビリすれば大丈夫なんじゃないっていうことだったんですけど、その時は例の爆弾発言は、 まだ先の話なんですか <laughs> まだまだその後だと思いますけど、そこの心の中って、要するに、うん、あのねお,お取引やってる時のその翻訳の質は理解していたので、そのリハビリの言葉の意味の中には、要する以前のレベルに戻すことは当然として、うんうん、そこにプラスアルファの,あのちゃんと勉強もしてくださいねっていう意味のつもりで言ったの、僕は。うん、リハビリしてねって。 で、じゃあ、カズキさんその言葉聞いて、よし、リハビリしよう、翻訳をまたやろうっていう気になって、辞めたってことなんですかその仕事、<に>大学の、うん。とにかく先に辞めましたね。あの結局あの、きっかけもね、ちょっとね、えっと、仕事上でいろいろ教授と、こう、したりとかしてたことがあって、<laughs> まあ、もちろん最後はちゃんと和解して辞めましたよ、私。今でもちゃんとお付き合いしてますけど、うん、その時はもう、そういうきっかけがやっぱり、 今思えばいいタイミングだったなと思うんですけど、うん、あったので、先に辞めたんですよ。で、リ、うん、ハビリって、リハビリって何すればいいんだろうって思いつつ、とりあえずトライアル受けてみようと思って、うん、翻訳会社さんのね。で、それで、確かね、その時にね、なんかいろいろ検索してて、アメリアに行き着いたんですよ。うんうん、で、アメリアに入会して、で、そこで求人情報がいっぱいあるので、そこからもう、あのまあ、一応経験はあったんでね、実績は。うん うん、社内翻訳者をずっとやってたんで、それでまあ大体あのトライアルまでは行って、でトライアル受けるんだけど、ね、受からないんですよね。うん、そ,れでその時にまだね自分のねあの英訳のクオリティーに気づいてないんですよ。大したことないっていう、そ当時ね今あ。じゃあ自分としては結構自分持っていけるよね、うん、みたいな。そう結構自信あったから。ででも なんで浮かんないのかなって思いながら、多分テリーさんに一回連絡してるの、うん、リハビリってどんなことすればいいのって聞いてみようと思って。<laughs> そしたらね、あれ教えてくれたんですよ、あの翻訳フォーラム。翻訳フォーラムと、あとこういうなんか勉強会とか、あと翻訳学校のね、サイトとか教えてくれて、うん、それで翻訳フォーラムに行ったんですよ。うん、で、その時に初めて、確かね、えっ、ー、とね、 っっかさんが骨折ってたた日だったかなその年なのかそのちょっと前後が分かんないんですけど帽子屋さんの辞書セミナーをそこで初めて聞いたんですよ。うもう目からウロコですよねその。当時紙の辞書でしかやってなかった私が、うん、こんな辞書の世界があるんだっていう,うびっくりしてでそれと同時にその質疑応答みたいなコーナーで。 誰か受講者の方が帽子屋さんに、帽子屋さんって当時からあの翻訳学校の先生されてたので、うん、翻訳学校ってあの今から行っても大丈夫ですかって結構年配の方だったんですけど、うん、そしたら帽子屋さんが、いや、全然大丈夫ですよって、うんあの、行った方がいいと思いますよ、僕はっていうふうにおっしゃったので、うん、ああ私、翻訳学校行こうって思ったんです、うん、本当にその行動力はね、素晴らしい。うん、<laughs> いつももう尊敬しますよ、<laughs> 僕は で、それと同時ぐらいに、テリーさんにあの、トライアル受かんないんですよね、っていうのを、確かメ,メールだったから、直接会って話してないんですよ。う,う,うん、直接じゃないですね。うん、メールです、うん。で、当時、まだ LINE もそんなに使ってなかったんで、確かね、メ,そ<う>メールリリリー私の会社私の会社にね、メールくださったんですよ。うそうです、そうです。うんうん。それで、テリーさんに、 どういう経緯か忘れちゃったけど、いや、松本さんの英訳は世間では通用しませんよって <laughs> 罰弾、爆弾発言を受けましてねでもそ。そこまで踏み込んで言ってくれる人いないでしょ <laughs> 僕も相当悩んだんだよ。その言葉を言うことで、本当に関係が切れてしまう可能性もあるなっていうのもあって、ちょっと心配したんだけど、ねうん、でも本当にやる気になって勉強までされようとしてるし、翻訳フォーラムに来られたでしょ、うん うん、なので、やるんだなと思ったので、うん、ちょっと本,っ本心をちょっとお伝えしたほうがいいのかなと思って。でもね、さすがにね、1>, 1週間はね、落ち込んでたんで <laughs> ごめんなさい。<laughs> <laughs> ごめんなさい。いやそうなんだ、じゃあ、やめたほうがいいのかなって思って、それで、でも翻訳学校は行ってみようって思って、なぜかっていうと、う帽子屋さんのねあの、レッスンを受けてみたいなって思ったのでで。 ただ、帽子屋さんのレッスンを受けるためには、帽子屋さん上級だったから、<ー>の初級か中級かなんかのを受けないと上に上がれないから、とりあえず和薬、うん、英薬はね、ちょっと置いといて、和薬私やったことないから、和薬の技術系のセミナーを取ってみようと思って、半年通ったんですよ、うんうん。で、無事半年終わったんですけど、いや、やっぱり私は英薬でやりたいって、それでもう半年間で実感したので、うん そこで、じゃあ通用する英訳者になってやろうじゃないのってね、半分怒ってるんですよ、うん、自分の中で。じゃあなってやるわみたいな。さすがだで、うん、それで,、あのーそうですね、当時まだ遠田先生にはお会いしていなくて、宇佐美先生っていうね、先生があの英訳の基本っていうあの、遠田先生もやられてたんだけど、スケジュールが合わなくて、そこに通い始めて、 1>, 1, 年1年も通ってないかな。半年ぐらい通ったら、まあ、自分の書く英文が変わってきて、いかに私の英文がだめだったかっていうのが、ね、分かってきたわけですよ。うそうしたら、やっぱりトライアルに面白いように受かるようになってきて。よか,よかった、ご自身で分かるようになっていただいて。<laughs> ご自<身>で <laughs> それでその後あで当時ね、テリーさんに英訳者になるんだったら。 円田先生の,あの路線がいいと思うよって言ってくれたのを覚えていて、その時のですね今思うとね、あれだけどね、円田先生のこと知らなかったんですよ。で、縁、うん、田先生って誰って思って、たまたまその年の翻訳祭で円田先生のセミナーがあったんですよ。それで、初めて円田先生のセミナーに出て、もうもう、もうすっかりファンですよね。円 <laughs>、うん、田先生ってこんな素敵な方なのって、しかもすごくわかりやすいと思って、 一回私一通り取っていたにもかかわらず、もう一回同じクラスを円田先生で取るんですよ <laughs> あ。それからはずっとも円田先生の、なんだかんだ円田先生のレッスンとか勉強会とか取り続けて今に至るんですけど。だからもうテリーさんなしには、ね、私のこの人生はね語れない。<laughs> そんな大層なもんじゃ <laughs> ございません。本当、本当、そんなこと言う、うん、あの時ああ言ってくれなかったらね、多分ね。 うん、な今の私はいないいなと思いました、うん、それもちょっと聞いていきたいんですけど、うん、このテリーさんの、うんうん、世間じゃ松本さんの翻訳は通用しないっていう、うん、なんでしょうね、うんうん、意図はさっき聞いたんですけど、こうどういう判断基準というか、うん、なんでしょう、この世間ではっていうところってなんだろうなと思ったんです、ね <laughs> えー、いや、言葉を選んで、世間ではっていう、<laughs> 枕ことをつけたんですよ。 私は当然コーディネーターですから、いろんな翻訳者さんの役目を見てるわけですよね。当然、英訳者のやつも。で、まあ、今だから言うけれども、松本さんの翻訳って平均的なんですよ。かなく不かなく。で、唯一のメリットはスピードが速い。そういう案件はもう松本さんって決めてた感じ。これからまた別の話になってくるとか言わないけどね。ですから、そういう判断基準はもう他の翻訳者さんと並べたときに、まあ、 別に出るわけでもなく、凹むわけでもなく、うん、普通っていう。ありがちな翻訳って言った方がいいから、うんうん、だったんですよ。だから文法的な間違いはないけれども、読みやすいかっていうと、そうでもない。うん、そう。うん、うめえなっていう感じの翻訳なの、うんうん、ではない。うん、なる,なるほど、なるほど。それが、だから、ここだと、もう名前も付き合いもあるし、名前もわかってるし、うん、こういう仕事はどんどん出していくけど、そうじゃないところに飛び込んでいった時には、また全然違う話だよね。 あの抱えてあげてるっていう感じがあったので、ある意味お仕事を出すという意味で、ただ外に出たら多分通用しないだろうなとずっと思ってたの。なるほど。しかもそこの会社の案件しかやってないわけだからそうそうそ外に出るっていうことは、もっといろんな仕事を受けなきゃいけないわけですよ。なので、通用するわけないんですよ。あとは、ここの社内でだけしかね使ってないね英訳とかあったから、だから分かりやすいも何も。 そういう,こう向上心もなかったし、とりあえずその日一日のこう仕事を何とか終わらせるみたいな感じだったので、フリーランスにならないとな、うん、そうですね、そういう気持ちにはならなかったです。今がまたコーディネーターだったら、多分今お願いしたい仕事を <laughs> 積極的に <laughs> という感じですよ、本当に。よそには出したくないみたいな。うん、には出したくない <laughs> ナンンバーワの翻訳者だと思すなるほど。すごい。そうか。でもまあ、それだってやっぱりテリーさんとしてはね、別に言わなくてもいいことというか、迷われたってさっき言われましたけど。多分ね、他の翻訳者さんだったら言わなかったと思う。あの、社交辞令的にしか言わなかったと思う。何にも傷つくようなことは言わなかったと思う。でもやっぱり松本さん知ってたし、個人的にその当時はね、もうね。なので、やっぱり将来のことを考えてあげると、 まあ、言っとくべきじゃないかなって思って。そ<う>仕事辞め,、ね、めてるしね。うん、相当悩んだ本当に自分を書くのにね。うん、何回も見直してボタン押すのに相当躊躇しない、うん。いや、私はそれも感じて、相当それを言ってもらうのに、テリーさんは悩んだんだろうなって。うん,うん。でもま,まあ、それを、それを文字が目に飛び込んできた時はもう。そう。 でもね、それを機にガルルルルってなって、勉強ばバーッとしてさ <laughs> ルルルルすごい、すごいと思います本当すごいと思う。<laughs> そこがね、ものを尊敬してるんですよ、僕、カズさんも。っていうか、多分ね、私、あそこでね腹をくくったんですよもう。絶対役者としてやっていこうって、何があっても。うん、だから、やっぱり無理っていうのはもうなしだなと思って。だ腹をくくるってすごい大事だなって、うん、なんでもですよ。思い、うん、に限らずすすご。すごいと思います。うん、すごい。 そうかだから、でもこう今の話をちょっと紐解いていくとあれですよね。こううん、そう思っているけど、言っていないコーディネーター、うん、言われていない翻訳者も世の中にはたくさんいるんだろうなっていう、ね。その通りです。その怖さもあるなっていうところですね。っ黙ってるのは、うん、いい知らせとは限らないんですよ。そうです。なるほど。で、うん、遠田、ね、先生と出会い。で、うん どん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 面白いように捉える、受かっていくっていう感じで。うん、そうそうそう、だどんどん面白いに捉える、受かっていくんだけど、その当時ってやっぱあんまりレートに関して気にしてなかったので、うん、多分レート上げようとか、そういうのはなかったですね。だコンサートに仕事来てくれればいいなぐらいに思ってたんで、うん、でありがたいことそう,そう。コンサートに来てたので、うん、でまあ、その大きな翻訳会社さんだったんですよ。その今もお付き合い。うん していただいてますけど、うん、なので、一つの会社でコーディネーターさんが10人ぐらいいて、うん、いろんなコーディネーターさんから仕事をいただけるのは本当楽しかったので、うん、の会社にご挨拶にも行かせていただきましたし。それが何年ぐらい前の話でしょうね。それがね、え、何年ぐらい前だろう。6年ぐらい前 ?6 年ぐらい。<ー>これもだから案外、 あの最近だなっていう感じもするんですよねすよ私がプロだって言えるようになったのってこのだからそのぐらいですよ56年前から自分のこう訳文の質がだんだんこうね客観的に見れるようになってくるんかそう最初に聞いたのがこう翻訳歴はって言われた23年っていう言葉がでの、はい、もちろんね間に 抜けもありつつですけど、うん、じゃあ、トライアルがこうどんどん受かり始めたのってどれぐらいっていうことは17年あるっていうね、算数でいうと、うん。そう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 です、うん、それもだから、励みになる方もいるだろうし、うん、ええー、そんなにいいと思う方もいるかもしれないですけど。<laughs> いや、だから私みたいに、デリーさんにもらった気づきをもっと早く気づけばいいんですよ。うん、私は気づくまでに時間かかってるだけで。ううん、うん、うん でただ、それ、早く気づいたからって言って、子育て真っ最中でガルルルなったかっていうと、そっちにパワーはいかないから、うんうん、やっぱりその人生のステージみたいなのあるじゃないですか。今は私は自分のことにほぼほぼ100%力を注げるので、うんうん、ですけど、今、例えば子育てしてるとか、介護してるとかっていう立場の方は、なかなかね、そうはいかないから。うんうん やっぱりそ,その時その状況っていうのはあると思います。タイミングとかの。巡り合わせとかね。はい。おもいですね。そう、僕ずっとこう、うん、何回もね、そのテリーさんからの爆弾発言は、うん、あの聞いてるから、聞いてるんだけど、<laughs> その、そ<う>なんというかね、もうちょっと聞いてみたいなと思ってたんで。この本にも書いたしね。うん、<laughs> そうそうそう。テリーさんの,あの方からの、なんでしょう。うん その話ってあんまり聞いたことがなかったから。ああそうそうそう,そうそう。だから今日聞いてみたいなと思ってたんですよね。<laughs> よかった。愛ある発言だからね。<laughs> なんかこいついてこましたやろうとかと思ってるわけでて。<laughs> <laughs> この人を何とか育ててあげる、何 <laughs> とかしてあげたいと思っての発言なので、ね <laughs> うんそう。素晴らしいですね。面白い。<laughs> <laughs> うん、ででも、あれですか、こうじゃあ、あ翻訳が、そういうトライアルが受かってきて、お取引先も増えて、うん、でその中にはこう、テリーさんの会社からの仕事も含まれているって感じですか、うん、いや、もうテリーさんのところの会社からは、今は全くないですね。な,なかったんですね、もうそのとも、うん。ないです、ね、ないですし。うん 知ってる人のいる会社から仕事もらうって怖くないですかねお互いに。僕も絡んでないからね。もう今、テリーさん絡んでないけど、なんかやりにくいのかなっていうのもあり、だから、あえてやってない部分もありまほどなるほどんかその後のやり取りって、結構だから愛ある厳しい言葉をもらったわけじゃないですか。で、一念発起して、腹って。 で、頑張って、努力してきて、結果が出始めてっていう、その間って、やり取りはあったんですかやり取りはそれこそ、f a c e b とかですよね。フェイスブックプライベートベースですよね。プライベートでやり取りしてて、それでそうそう思い出したんだけど、私がだから英訳の勉強をしてた時に、一人で勉強するのもつまらないから、なんかあのえ、英訳の勉強会や,りやろうかなって思ったんですよ。それで確か そういうのやろうかなって言ったらテリーさんが「僕教えてほしい!」って言ってくれて、うん、すごい嬉しかったのそれで。えテリーさんが教えてほしいって言ってくれたっていうのは通用しないって言った人にですよ教えてって言われるってこんな嬉しいことないですよね。<laughs> うん、教えてほしいですよ <laughs> 本当に、うん <laughs> それね。今ちょっとね忙しくてやってないんだけどしばらくね何回かね

うん、最初はクライアントコーディネーターと翻訳者うん、うん、っていう立場で,、うん、で、今はね、なんかもう、お二人ともそれぞれこうインフルエンサー的になってきてね、<laughs> 発信が、もう JTF も一緒にやるぜみたいな。そうですよ、そうですよ、<laughs> このメンバーで。面白いですね。いや <laughs> <ー>、面白いな。人生分からんもんですね。うん、で、ね、本当はね、あれなんですよ。あのー、じゃあ、翻訳者としての活躍っていうのはもちろんそうなんですけど、ね、うんと、 もうだから発信を始めたみたいなの待ったじゃないですか。ツイッターを始めたとか、ブログを始めたとか、そもそもじゃあこのカズキチャンネルってなんで始めたんだみたいなとか、何をやりたくちゃっていんだみたいなとかね。そういうこともまた聞いていきたいなと思うんですけど、これ、お時間が、お時間がなので。パート2いきますか、また。パート2ぐらいやってみるといいかなと思います。今度はね、本当に何でしょう。発信っていうところの、 大事さだったりとか、だからそれはテリーさんもね、お話いただきつつ、こんなふうに発信とか始めてったらいいんじゃないかな、もそうだし、テリーさんの場合って、もうずっと早い方でされてるじゃないですか、その時の状況とかもやっぱり聞いてみたいな、ユーストリームだって、どうしてだったりとか。私当時、知らないんですよ、テリーさんがどういう発信してたかって。そういう話もしましょうか、そういう話をぜひ聞かせてください。 はい,はい。じゃあ、今日の今日のところはこれでっていうことで、じゃあ、かさんの方にお返しします。は,い、はい。ということで、今日は私がどうやって翻訳者になったかっていうのをベースに、酒井さんに話を聞いてもらいました。で、案の定、今日話話終わらなかったんで、あのまた今度、パート2やりますんで、はい。今日はありがとうございました。はい。ありがとうございました。<laughs>